はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日はかっぱ寿司のエビチリがめちゃめちゃ美味しいっていうねコメントを先日いただいたので、今からねちょっとかっぱ寿司にエビチリを食べに行ってみたいと思います。茶碗蒸し味噌汁のご注文はいかがでしょうか。しない。じゃあまずはビールからいきましょう。注文エビチリ頼んでいい。注文寿司屋に来てまさかのビール、ビッビッビール。めっちゃプリプリ。うん。ここにね、白飯を入れて食べたいよね。これ、わさび入ってんの？高いだけあって美味しいね。エビ天。うん。美味しい。あ、とろっとろ。意外にこれは美味しいな。締めのかけうどん。はい、ということで今日はかっぱ寿司にエビチリ食べに来てみた動画でした。なかなかスパイシーで美味しいエビチリでした。なんかエビチリ以外にね、いろいろ食べてたんですけど、ぜひね、気になる人はかっぱ寿司行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイかっぱ寿司。うどんが一番美味しい。